製品コンセプトはより優れた AK4493S、 より豊かな AK4490R ということで、 Q3S の S は Superior で、 90R の R は Rich を意味しています。2製品とも私たちが理想とする原音再生にさらに近づいており、音の技術の進化を感じていただける製品に仕上がっています。技術の進化ですが、まずは製造プロセスが変わったこと、ともすれば劣化につながるこの変化を進化にすることができたのは、私たちに回路知識だけではなく製造プロセスに対する理解とか経験があったからだと思っています。具体的に進化した点を2つピックアップしますと、1つ目がインピーダンス、言うならば道路の幅ですね。音そのものを作るところは高速道路のように車線を多くして流れを良くしてあげよう。その一方でうるさいところについては道を狭くして歩いてしか通れないぐらいまでして静かにしてあげる。この後者の方の技術が伸びております。こういうメリハリ設計で必要なところに電気を集中してあげることで余裕とかスピード感のある音を生み出しております。ピックアップの2つ目ですが、ノイズの設計です。ノイズって一口に言いましてもいろんな種類がありまして、癖があって耳障りだなっていうものもあれば、そんなに気にならないよっていうものもあります。そういうそれぞれのノイズのキャラクターを理解した上で、今回は以前のものと配分を変えております。ですのでカタログ上のノイズスペックは据え置きなんですけども、聴感上のノイズっていうのは感覚的には良くなっておりまして、より繊細で情報量が多く豊かな音が実現できております。 4493S と 90R はスピード感があって余裕のあるというところがよく実現できてるんじゃないのかなと思います。音の余韻、特にそういった音がこう消えてく部分、特にコンサートホールとかそういったところでは音の消えていくところが空間表現だと私たちは思っているので、そこのところがよく再現できるように設計もしてますし、我々もそういった音が出せてるんじゃないのかなと思っています。新生 AK4493S と AK4490R、 ぜひ皆さんに、このベルベットサウンドの原音再生の音の世界観を体感していただきたいなと思います。